おい霊夢。見たかさっきのイケメン。やばかったわね。チェックシャツにダメージジーンズ、ダウンロップの、スニーカーにポスターの刺さったリュック、どこから見てもイケメンだわ。確実に私が見たイケメンとは違うぞ。そんなことより C国のほじくり作戦でも決行するか。いきなりだけど、これは気になるわね。ということで今回は中国海軍へ。米軍ってこんなに強いの？米軍中国軍は潜水艦3隻あれば楽勝をお送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。2020年、アメリカ海軍大学校などが台湾有事が起きれば米国は、C国に負けるというシミュレーションを発表したんだ。ふむふむ。なぜそんな屈辱的な結果を公表したのかというと、戦略国際問題研究所上級顧問の、エドワード・ルトワック氏はそれは議会に対して艦船の購入を説得するためだ。実際には C 国海軍の力は想定よりも弱く、台湾有事はアメリカの、原子力潜水艦が3隻あれば解決できるとのことだ。なんだ、ただのクレクレか。2020年9月にアメリカ国防総省は C 国の軍事力についての年次報告書を公開し、C 国の海軍力はアメリカを凌駕し、世界最大の海軍を保有していると発表しているんだがな。どうせこれも嘘でしょ。また、アメリカ海軍大学校やランド研究所などのシミュレーションでも、C 国が台湾に侵攻した場合、中国海軍が勝つという結果が出たことがニュースとして報じられているんだぜ。え？そうなの？一体どっちが本当なのよ？アメリカが勝つのか C 国が勝つのかはっきりしてほしいんですけど？しかしここで考えなくてはならないのは、彼らがなぜこうした発表を、行うのかということだ、とルトワック氏は言っているぜ。どういうこと？彼らがやっている戦力分析やシミュレーションの目的はただ一つで、連邦議会に対してもっと艦船を購入してくれるように説得することにあるということだ。国防総省の言う世界一の海軍とは艦船の数などを指しているが、アメリカの攻撃型原子力潜水艦がたった3隻あれば、台湾海峡のすべての C 国艦船を撃沈できるらしいからな。アメリカの攻撃型原子力潜水艦が強いのか、アメリカ軍のスキルが高いのか、その両方なのか、そもそも C 国の海軍が弱すぎるのか。それにな、1982年のフォークランド紛争において、イギリスは1隻の原潜を南大西洋で潜航させていたが、このたった1隻によってアルゼンチン海軍は敗北したことがあるんだぜ。原潜からの魚雷が、アルゼンチン海軍最大の軍艦ヘネラル・ベルグラノを沈めたんだ。海戦での潜水艦の強さはすごいわね。やっぱり潜水艦最強ということでいいのかしら？ところが、米海大などがシミュレーションを行うときは、原潜を考慮に入れることはない。これを入れてしまうと、ゲームそのものの目的を潰してしまうことになるからだ。ゲーム感覚かよわら、一体そのソフトはいつ販売されるのかしら？さて、原潜だけでなく、総合的な海軍力で言えば、アメリカが圧倒的であることは疑いがないわけだ。ふむふむ。例えば空母に関しては、今後30年何も対策を打たなかったとしても、アメリカの優位は変わらないというぜ。圧倒的な差と歴史の長さがあるものね。これは戦闘機同士の戦いでも同様で、C国もアメリカもそれはよくわかっているんだ。だから軍事力による直接的な衝突の可能性は現時点では極めて低くて、現在の戦略分野での主戦場はもっぱら外交戦略の領域となっているんだ。C国は経済発展で軍事費が著しく増大しているから、アメリカも、外交や経済で失速するわけにはいかないってこと？その通りだぜ。そして、同盟の戦略の領域では C 国はさらに弱いというぜ。衆様はお友達が少ないんだね。私が友達になってあげましょうか？霊夢の場合どうせお金の関係だろわら。そもそも軍事力を比較する場合、兵器の総数などを比較するのはあまり意味がないんだぜ。なぜなら、どんな軍の構成が有効かはシナリオによるとしか言えないからだ。どこでどのような紛争を行うかによって、有効な戦力は変わってくるからな。なるほど。シナリオでいくらでも結果は変わるというわけね。例えばベトナムのジャングルやアフガニスタンの山地での戦いを思い出してみれば、米軍がいかに圧倒的な兵力を有していても、その威力を十分に発揮させなければいいんだな。そういえばそんなのあったわね。強いだけじゃ勝率 100% にはならないってわけか。もう一つ C 国軍について指摘しなければならないのは、彼らが、ほとんど勝利したことのない軍隊であることなんだ。例えば C 国海軍は敵の船を沈めたことがないんだぜ。ベトナムの巨大な漁船を沈めたことがあるが、それは非武装の船だったしな。非武装の漁船を沈めちゃダメでしょドン引き。もちろん C 国海軍は艦船の数を増やしているし、その性能も向上しているし、制度化された組織や規格化の制服なども用意できているが、
それでも彼らが他国の公式な海軍の船を沈没させたことはないという事実には変わりないんだ。お金さえあれば用意できるものばかりだものね。その通りで、これまでの歴史、特に近代の歴史において、他国の海軍の艦船を、沈めたことのない海軍を持っている国が戦争に勝った試しはないんだぜ。サッカーも選手の年俸すごいからって強いとは言えないしね。まるまる、あなたのことを言ってるんじゃないのよ。伏せ字にしてる時点でそうとしか思えないがな。視聴者の皆さんはご自由に想像してください。まあ、C国海軍についてはまともな海戦を経験していないので強いか、弱いかは判断できないから、陸軍の戦歴を見てみると、例えば日中戦争では、戦闘において、ほとんど常に日本軍がわずかな兵力で C国側を圧倒してきたんだ。はは、日本の軍隊に勝てるわけないものね。朝鮮戦争の長津湖の戦いなどでも、C国人民志願軍は、激戦の末、国連軍となっていた米海兵隊を撤退させたが、数で勝っていた C 国側が圧倒的な被害を出したことがわかっているしな。ベトナムに侵攻した時も負けていなかった？ああ。これを踏まえれば、人民解放軍の陸軍の弱さは歴史的に証明されているんだぜ。これを文化論として考察することも可能で、例えば日本では、650年以上にわたって武士による統治が行われていたわけだな。だから近代に入っても軍人出身の首相は少なくないんだぜ。そうなの？アメリカでもほとんどの大統領が軍隊経験を持ち、ワシントンやリンカーン、セオドア・ルーズベルト、アイゼンハワーなどは軍の指揮官としても実績を残しているんだ。イギリスのチャーチルやフランスのナポレオン、ドゴールの例もあるぞ。なるほどね。これらの国には戦うことを尊重する文化があるわけだが、それに対して、C国は素晴らしい料理を生み出し、博物館を飾るような見事な文物を数多く作ってきた高度な文明がありながら、軍事を警部する伝統が顕著に見られるんだぜ。日本人としてはそっちの C 国の方が好きだけどさ、中華ラーメンに中華そば、中華ラーメンも大好きなのよ。完全に同じものだろ。しかも日本が起源っぽいものだし、そもそも C 国が領土を拡大した時期は、元野心に代表されるように異民族による征服王朝なんだ。漢民族はあらゆる点で優秀だが、戦争だけは拙劣ってことだな。戦力をひけらかして挑発してくるイメージの C 国だけど、歴史的に見たら戦術も何もないのね。ブレイキングダウンの墨だらけの〇〇みたいなものか。今回〇〇多いぞ。そういう観点から見れば、今の C 国は守りが転じて侵略となっているのかもな。でも強大な軍事力をちらつかせて挑発や侵攻を匂わせてくる以上、各国は静観しているわけにもいかないわよね。警告のように二打二打騒いでいるだけじゃ意味はないがな。有事にならないように、お互いを理解しつつ慎重に国交しなきゃいけないのかもね。そんな C 国はここ30年以上、不透明でベールに包まれ、継続的に、国防にまつわる費用を右肩上がりに増加させてきたわけだ。うんうん。そのおかげで軍拡が止まるところを知らないものね。しかも近年は海軍力に力を入れており、原子力潜水艦の建造も行っているから、今やただのパクリ国家とは言えないほど、強くなってきているんだぜ。さてさて、スパイ活動を行っていた C 国潜水艦が探知され、海上自衛隊の護衛艦と哨戒機に追跡された事案が起きているんだ。またかよ。それにな、新型の93型原子力潜水艦が日本の領海への侵入を繰り返すのにはある理由が存在する。スパイ活動をしているところを探知されてる時点で、お察しだけどね。まず、93型原子力潜水艦は C 国人民解放軍海軍の原子力潜水艦だ。ふむふむ。旧式化した91型半球の後継として開発された、C 国人民解放軍海軍で2番目の攻撃型原潜であり、ロシアからビクター3型原子力潜水艦の技術を導入して静粛性の向上を図っているんだぜ。あ、やっぱりロシアと仲いいんですね、にっこりやつ。2007年になると、この艦の発展型である94型が公開している様子が、撮影され、本艦が実戦配備されている可能性が濃厚となったんだな。他にも93型の後継として、静粛性が向上し、対地攻撃力を増した95型が開発中と推測されており、早ければ2010年代後半、遅くとも2020年代前半には収益すると見込まれているんだぜ。どうせ J20 みたいにエンジン問題で、戦線離脱するでしょ。その後、船体を若干延長し、水中放射雑音も抑えた改良型の、93A 型が4から6番艦として2015から2016年に収益し、さらに改良型の 93B 型が7番艦8番艦として2017から2018年に収益しているんだぜ。そんな C 国人民解放軍海軍が技術や兵站上の問題を改善し、潜水艦の遠洋航海に乗り出したのは、
事実上2000年代の半ばと、その期間はまだ長くはない。その中で93型は遠距離展開を図っており、2014年にはインド洋において哨戒活動を行っているんだな。日本の近海にだけは来ないでほしいわ。だがな、2018年1月10日から11日にかけて、沖縄県石垣市の尖閣諸島の接続水域を戦没航行した潜水艦1隻が、同12日に中華人民共和国の国旗を掲げて東シナ海を、浮上航行したことを、日本の海上自衛隊が確認しているんだぜ。来ちゃった、かぁ。来ちゃった、じゃないだろ。小野寺逸則防衛大臣は同15日、この潜水艦がシャン級であると記者団に説明していて、産経新聞の報道によると、この潜水艦はシャン級改良型の可能性があり、その場合、最大射程540キロの巡航ミサイル十数発を搭載可能で、C 国海軍がアメリカ海軍の空母部隊に対して取っている、接近阻止領域拒否戦略の一端を担っているとのことだ。まさか本当に戦争がしたいのかな？マリサの話じゃ戦うだけの連動がないらしいけど、他にも2020年、アメリカの企業により海南島の油林港地下基地に出入りする、93型原子力潜水艦を捉えたとする衛星画像が公開されているんだぜ。何でもわかる時代なんだなぁ、しみじみしちゃうわ。さらにな、2021年9月10日、鹿児島県の奄美大島の東の海域で、接続水域外を C 国軍籍とみられる潜水艦が、戦没しながら、北西進していることを海上自衛隊が確認しているんだぜ。またなの？この事案について防衛省は、鹿屋基地、厚木基地の対潜哨戒機 P1、および那覇基地の P3C、第4護衛隊軍護衛艦さざ波、第2護衛隊軍所属護衛艦春雨による追跡を命じたんだ。その際、潜水艦に付随し同行している C 国海軍のルーヤン3級ミサイル駆逐艦1隻も確認しているぞ。アジアの問題児 C 国が、自衛隊の皆さんにご迷惑おかけして申し訳ありませんね。戦没潜水艦は同日午前、奄美大島の東の海域、接続水域内を北西し、同月12日午前には鹿児島県の横当島の西南西の海域の、接続水域外を静止していることも確認されているんだな。あのさ、日本の接続水域は無料開放の市民プールか何かじゃないのよ。また、この2日前に南シナ海から太平洋に向かう英国海軍クイーンエリザベス空母打撃群は、密かに接近追従する C 国海軍の攻撃源泉を含めた3隻を発見しているぜ。問題児 C 国はイギリスにもご迷惑をおかけしているようね。さて今回の件は、C 国海軍所属の潜水艦による接続水域への潜航活動だ。ふむふむ。これについては確かに国際法上は問題にならない行為だが、C 国による日本への挑発、もしくは、こちらのセンサーのデータ取りといった、海上自衛隊の情報を集める軍事活動なのは確かだぜ。他に思い当たらないし。また、日本の対戦能力は非常に高く、今回のような戦没潜水艦への対応能力も長けているから、いつ日本に危機が訪れても、それを事前に察知して対処するだけの能力と兵器が、日本にはあるということの証でもあるんだぜ。自衛隊の皆さんが日夜頑張ってくれているからこそだけどもね。しかしながら、C 国海軍は軍備増強やテクノロジー開発に力を入れており、技術力向上もすごいわけだ。それに、情報活動や傍聴活動にも強みがある。もはやほぼほぼロシアと同じやり方じゃないか。だが、そんな中 C 国海軍の内幕をネット掲示板で暴露するユーザーもいて、C 国の潜水艦はボロいよ。漏水する上に発見されちゃう。退役した兄貴は野球原子力潜水艦の乗組員だったけど、普段の訓練の時も漏れたり詰まったりで大変だったらしい。ある時の訓練では、もう少しで事故になるところだったとかと紹介しているんだな。どこまでが本当かはわからないが、十分あり得る話だぜ。わざわざ不祥事を世界に向けて発信することもないだろうし、ガチかもね。これからも C 国から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。